マルコロドリゴロハスはニュージーランドハミルトン出身のサッカー選手。メルボルンビクトリー FC 所属。ポジションは MF または FW。ジュニアユース時代はかつて J リーグでもプレーした元ニュージーランド代表のウィントン・ルーファー主催のサッカースクールで技術を磨き、チリや日本などで海外遠征を経験する。その後、地元ハミルトンのクラブを経て2009年。 ウェリントン・フェニックスと契約し、プロデビューを飾った。2011年、オーストラリアのメルボルン・ビクトリーへ移籍するとその、才能が開花加入1年目は、無得点に終わったものの、2年目の2012から13、シーズンは27試合に出場し、リーグ得点ランキング3位となる15ホールを記録。A リーグのシーズン最優秀選手賞と、 最優秀若手選手賞を同時に受賞した。2013年5月、4年契約で、ドイツブンデスリーガの VFB シュトゥットガルトへ移籍する、ことが発表された。2014年8月、出場機会確保のために、SPVGG グロイターフィルトへ2015年6月まで、1シーズンの期限付き移籍したが半年で返却され、2015年1月から、 スイススーパーリーグの FC2 にへ半年間の期限付き移籍をした。2015年6月12日に移籍期間が2016年のシーズン終了までに1年間延長された。2016年8月、フルスのメルボルンビクトリーに復帰。2017年7月、オランダエールディビジの SC、ヘーレンヘーンへ加入することが決定した。2019年1月、 デンマークスーペルリーガのスナイユスケへ移籍した。父親がチリ出身のためチリ代表としてプレーする資格も有していたが、最終的に生まれ育ったニュージーランドでプレーすることを選択。世代別のニュージーランド代表としては、2011、FIFAU-20 ワールドカップやロンドン五輪等に出場。2011年にはフル代表にも選出され、3月25日の 中国代表との親善試合でデビューを飾った。2012年9月11日、2014FIFA ワールドカップオセアニア3次予選のソロモン初当戦で代表初得点を記録した。ありがとうございます。